はいどうも、リュウシです。今回からパワフルプロ野球2024-2025やっていきたいと思います。いやね、とうとう発売されましたね。久しぶりの新作ということでね、まあ今作でもペナントを主にねやっていきたいかなと思っております。それでね、まずはまあ本当にね最初ということですので、特にね縛りなくやっていきたいと思うんですが、まあいろいろとね新要素も追加されているということですので、まあ楽しみですね。まあ一番楽しみなのはやっぱりね現役ドラフトっていうのが実装されていますので、そちらでねまあ思わぬ掘り出し物とかが、いるといいかなと思いますけれども、とりあえずね当面の目標は日本一、ということでね、チームは横浜 DeNA、でやっていきたいと思います。まあ横浜はね今年注目のドラ1ルーキー渡来選手がね、いますので、こちらですね。もういきなり基礎能力がバケモン級でね、特殊能力もまあ悪くはないんですが、まあ、このね渡来が1年目でね、どんな成績を残すのかっていうのをまずはね、見ていきたいかなと思っております。一応ね1年目は、渡来1番固定で使っていきたいかなと。まあ現実ではね1軍だったり2軍だったりっていうのを繰り返しておりますけれども、まあ期待のルーキー1年フル出場したらどんぐらいの成績を残すかっていうのをね見ていきたいかなと思います。それではね前置きこのぐらいにしましてね、まあ1年目ですのでシーズン終了までいきたいかなと思います。1年目 DeNA セリーグ優勝しました。めちゃくちゃ強い。まあギリギリなんですけれども、阪神とね、ゲーム差 0.5 ぐらいかな、最終戦で優勝が決まりました。ペナントレース終了で、DeNA が優勝ということで、2024シーズンはもしかしたら DeNA が、優勝するかもしれませんね。というわけで、クライマックスシリーズ前ですけれども、まあシーズン終了しまして、横浜 DeNA ベイスターズがセリーグ優勝ということで、阪神と、0.5 ゲーム差ですね。ギリギリですが、まあこれがね実際どうなるかは分かりませんが、まあ今ねセリーグめちゃくちゃ混戦してると思いますけれども、まあこのままね DeNA が競り勝っていく可能性が高いかなというパワープロではそうなっております。細かく見るとまあ1位 DeNA、 2位阪神ですね。こちらはまあなかなか接戦ですが、3位以降はね 7.5 ゲーム差ということで、広島がギリギリクライマックスシリーズ出場ということで、B クラスは、巨人、ヤクルト、そして最下位が中日ですね。まあ、今中日5位だと思うんですけれども、20ゲーム数ということで、ゲーム内では厳しい結果となっております。そしてちょっとびっくりなのがパリーグですね。なんとオリックスが優勝しております。まあ、現実ではねソフトバンクが今独走状態なんですけれども、こちら2ゲーム差と、まあ、結構ねパリーグの方が、混戦だったかなと。5位までで 5.5 ゲーム差ということで、まあ、日ハムだけちょっとね、ダントツでビリなんですけれども、パリーグは結構ね面白い、リーグだったのかなと。オリックスはあ、まあ、これね、今作は過去の順位が見れますので、オリックスこれで4連覇ですね。パリーグ4連覇ということで、黄金時代が続いております。さあ気になる渡来の、成績を確認していきますか。まあリーグの野手成績から見ていくと、まあ、首位打者牧が取っておりますが、リーグ6位ですね。渡来2割8分ということで、まあ、ちょくちょく怪我してね試合数は134試合にとどまっておりますけれども、2割8分、ホームランはね2本とちょっと少なめ、今現実でも4本ぐらい打ってるかなと思いますが、まあゲーム内では2本ということで、打点33で13盗塁ですね。まあ1番にしては悪くないのかな。ルーキーにして2割8分残したのはめちゃくちゃいいですね。ただシーズン中にね対左が下がってしまうと、まあ今作もね、チャンスやら対左やらは、めちゃくちゃ変動する感じにはなっております。安打数で見ると、まあ、リーグ10位ということで、OPS が、21位、6割9分2厘 0.692 ということで、まあ、0.7 欲しいかなという感じですが、まあ、ホームランが少ない、長打が少ないんでねしょうがないかな。ただ出塁率3割5分2厘と結構高めですね。まあ3割5分あったらだいぶでかいんじゃないかなと
対左にめちゃくちゃ弱いですね。やっぱ能力下がってるだけあって、うん、対左がもうちょっと打てれば出塁率ももうちょっと上がってくるかなという感じになってますね。じゃあちょっと1年目からね、日本一目指して、まあやっていきますか。まあ、簡単に飛ばしていきたいと思うんですが、クライマックスシリーズは、スキップしてみましょう。まあ、まずは、阪神がやっぱり勝ってきましたね。オースティン怪我しましたが、クライマックスシリーズファイナルステージは、突破していきます。さあ、これで日本シリーズですね。1年目から日本シリーズ来ました。パリーグもねオリックスが、順当に上がってきまして、まあ、1位対決という感じになっております。さあまず第1試合、宮崎がめちゃくちゃ調子悪いですが、東なら勝てるでしょう。負けました。いや宮城強いな。めちゃくちゃ当選隅1ですね。さあ第2試合ですけれども、まあ、平対田島ということで、さあどうでしょう。負けていく。ちょっと厳しいかな。今回は延長戦で点取られていくと。第3戦ですね。先発を抜きたい山岡絶不調ですね。これはチャンスいけるか。惨敗ということで、まずいですね。ストレート負けしそう。お、渡来がホームラン打ってますね。さあ運命の第4戦、ちょっとストレート負けは避けたいですけれども、先発上茶谷対山下ということで、微妙ですね。あー4連敗、これはひどいですね。完封負けしてます。いやオリックス先発陣めちゃくちゃ強そうだな。おっとシーズン終了時に、ニュースが入ってきました。今永帰国ということで、1年で帰国してきましたね。これどうしようかな。 DeNA ですし、あワンチャン、取ることも考えていきたいと思います。さあ1年目終了しまして、まあ日本一はね惜しくも逃しましたが、セリーグ優勝ということで、DeNA 来年以降もねちょっと黄金期作れるようにやっていきたいかなと思います。それではね最後に年間表彰式を見て終わりにしたいかなと思います。優勝したんでね、いろんな選手選ばれてそうですが、まずベストナイン、東がピッチャーで、二塁手牧ですね。そして外野手に桑原ということで、DeNA からは3人ですね。まあ、他は結構岡本、村上、ショートは小園ですね。キャッチャー坂倉。外野手は近本、森下と阪神から2人ですね。パリーグは、佐々木朗希がベストナイン。キャッチャー若月、ファースト山川ですね。セカンド殿崎、三塁が浅村。浅村ってサードなんだ。で、ショート紅林。外野は辰巳、西川、そして近藤ですね。DH にポランコということで。結構まんべんなく選ばれてるかなと思いますが、まあ一部ちょっといないですね。そしてゴールデングラブですが、大貫、山本が DeNA から選ばれてますね。そして桑原はベスト9に続いてゴールデングラブということで、いいですね。他を見てみると、オスナ、菊池、坂本はサードで入ってる。で、ショート、門脇と。外野、近本、岡林ですね。パリーグは山下と若月。山川がベスト9に続いて、殿崎もですね。そして宗、今宮、外野は辰巳、近藤、松本と。近藤さすがですね。守備もいい。そして個人タイトルですけれども、MVP 沢村賞、東ということで。お、新人王、渡来取ってますね。まあ、2割8分残してるんでね。1年目から規定に乗って、なかなかいい成績だったんじゃないでしょうか。そしてタイトルもね、首位打者牧、まあ、ホームランは岡本ということで。打点王は牧で、盗塁王近本、最多安打に桑原、最高出塁率牧ですね。そしてなんといっても東が最多勝、16勝ですね。勝率も1位で最優秀防御率ということで、最多奪三振は高橋宏と、最多セーブ栗林、中継ぎは清水ということでね。まあ東は頑張ってくれたかなと。パリーグも見ますか。お、首位打者西川ですね。広島から FA 移籍した西川で、本塁打王と打点王コルデロ、これはちょっと面白いな。能力ちょっと後で見てみたいですけれども、取るように三森で、最短打西川で、最高出塁率浅村ですね。ちょっとパリーグの打撃タイトルちょっと面白いですね。最多勝は有原ですね。
有原いいね。そして最終防御率と最多の三振は佐々木朗希と。まあ、朗希ね、ちょっと、今年いろいろ言われてますが、ゲーム内では相変わらずの強さ。モイネロは相変わらずの守護神を務めているみたいですね。そして最終中継ぎに甲斐野。なかなか面白いですね。パリーグの方がちょっとやってみたい感じがあるな。MVP は東。なんか2024は投手が結構 MVP 取りやすいのかな。なんか2022の時は、まあ、イメージ的にホームラン王が MVP 取るのは票数がね多かったイメージなんですが、今回は、まあ、設定特に変えていないので、デフォルトのままだと割と最多勝というか投手が票が集まりやすいのかなという感じにはなってますね。そして新人王255票で渡来、あとは全部ピッチャーですね。竹内くんは4位か9票しか入ってない、リアルでは結構竹内くん、良さそうですけどね。というわけで1年目終了しまして、まあ、優勝はできましたが日本一なれなかったので、まだまだ続けていきたいと思いますがね、次回から、楽しみにしていたオフシーズンが始まるので、ちょっとね、次回からが本番という感じにはなると思います。ここまで見ていただきありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やばい、山安 FA、 山安今年2軍付けだったんで、さすがに出ていきましたね。あ、佐野も FA か。ちょっといきなり1年目から2人が FA してしまいました。まあ、ちょっと考えたいと思います。